シュバルゼンボルンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に属す市で、人口の点からヘッセン州最小の市である。シュバルゼンボルンは、ホムベルクから約13.5キロメートル、シュバルムエーダー軍のクニュル山地に位置している。グレーベンハーゲン地区をエフツェ川が流れている。シュバルゼンボルンは、北西は、フリーレンドルフ、北は、ホムベルク、北東は、 クニュルバルド、東は、ノイエンシュタイン、南は、オーバーアウラ、西は、ノイキルヒエンと境を接している。この町は、グレーベンハーゲンとシュバルツェンボルンの二つの市区から、なっている。シュバルツェンボルンの市議会は、15議席からなる。この町は、ドイツ連邦軍の中屯地として知られており、軍は、約300人の民間人を雇用する最大の、雇用種である。 2006年7月1日から新たに編成された第一両兵連隊が駐屯している。シュバルゼンボルンは周辺町村と同様に連邦軍と密接な結びつきを感じており、祝祭行事や相互協力を繰り返し行うことで協力関係を保っている。連邦アウトバン A75000 には約 15km のヘルスフェルト西インターチェンジから接続する。 この町は、シュバルムシュタットイコールトライザー駅や、バートヘルスフェルト駅を介して、鉄道網に接続する。ありがとうございます。